では橋本代表に変わります。橋本さん休んでないの。皆さん本当にお忙しい中これだけ多くの皆さんにお集まりいただきましてありがとうございます。僕行くところねいつも雨降るんですよ。周りここだけ雲があって他青空でね本当すいません。皆さんちょっと雨の中本当すいません。で今回のいろいろね選挙に関していろいろ言われていますけれども、もう争点はたった一つです。皆さんに判断していただきたいのは過去に戻すのかやっぱり前に進んでいくのか、もうこれを皆さんに判断をしていただきたいと思います。全国のいろんな選挙の中でこれだけ有権者の皆さんの判断が大きく影響する選挙はもうこの大阪の選挙ぐらいですよ。他の選挙見てください。誰に入れたって一緒、自分の一票で何が変わるわけがないということで、投票率なんか 30% とか、埼玉県知事選挙なんか20何%ですよ、そんな選挙じゃなくて今回はですよ、本当に皆さんのこの一票で皆さんの判断でね、大阪がどっちの方向に進むのか本当にこれが決まる、そういう重要な判断になりますので、皆さんにしっかりとご判断をしていただきたいと思います。で、僕のねこれまでの8年間、今度12月18日で市長退任ということになります。本当に皆さんに知った激励もいただきまして、いろいろ応援もいただきまして本当にありがとうございます。で、この8年間ね皆さん、僕も普通の男なんですから 100% 完璧な男なわけないじゃないですか。僕もね過ちは犯しますよ。問題あることもあるでしょう。だから8年間やってきて全部 100% 完璧とは言いません。問題はあったでしょう。でも皆さんにぜひ比較してもらいたいのは、僕が知事になる前の大阪はどうだったんだってことなんですよ。自民党から民主党から共産党までがみんな慣れ合ってですよ、議員の給料は高い、議員の数は多い、天下りなんかもうやり放題だったんですよ。僕が市長に着くまで、平松さんの時まで天下りなんかやり放題だったんですから。皆さんバスの市営バスのね運転手の給料が1000万円超えてたなんていうのはついこの間の話ですよ。地下鉄のトイレ汚い臭い暗い、これもついこの間までの話ですよ。まあ大阪っていうのはねひどかった。今いろいろね問題はあるかも分かりませんが、公立中学校の給食もなかった。全国で 90% 給食やってるのに、給食やってないの大阪市だけだったんです。それからクーラーもついてない学校に。で、平松さん何やったかって言ったら、ヘチマ植えるって言ってヘチマ植えてたでしょ。ヘチマなんかで教室冷えるわけないじゃないですか。クーラーもなかったしね。それから子どもの医療費をね、こう助成するサポート制度も弱かったし、まあひどかった。学校のそのテレビだってね、ブラウン管テレビだった。電子黒板もなかったです。ちょっとすいません。そうなんです。図書室の本だってね、皆さん知ってましたか。大阪市の子どもたち の学校の小中学校の図書室の本、基準の半分以下しかなかったんですよ。本全くなかったんです。それから高齢者の皆さんに対して特別養護老人ホームは全く足りない。待機高齢者の方がどんどん増えてくる。待機高齢者だけじゃありません、待機児童もすごい数だったんです。これなぜかといえば、もう自民党から何からがみんな結託して、共産党までが結託してね、株式会社の保育所は入れないってやってたんです。株式会社は入れない、もうそんなの全国でみんな株式会社、今じゃ当たり前ですよ。大阪市も僕になってそれまで株式会社の保育所は入れないってやるもんですから、もう保育所はね全然足りなかった。まあ本当ひどかった。で、こういう状況をね変えようと思ったら、もう皆さん申し訳ありませんが、ちょっと僕はやっぱり人柄は悪いでしょうね、でお行儀も悪いでしょう。でもそれでもやっぱりね、突破していくためには僕みたいな改革が必要だったんです。これ必要だったと僕は自分で、それは間違ってたとは思っていません。やっぱりこれは大阪には必要だった。ただね、ただやりすぎたところもいっぱいあります。だからここは吉村さんに、人柄のいい上品な吉村さんにちょっと直してもらいますから大丈夫です。柳本さんがね、いろいろこれを変える、あれを変えるって言ってますけど、あの人がやろうとしてることは昔の大阪に戻すって、それだけなんですよ。その通り。それはね、
校長先生に民間人入れましたよ。何人か不祥事ありました。すいません、これはもうあの失敗したところはあります。だからといって民間の人を全部追い出したらね、昔の学校現場と同じになってしまいますよ。昔の学校現場ひどかったんですから、教員だけのルールに基づいて体罰は隠す、校内暴力は隠す、いろんな問題があった。ここに民間人が入ってきたことによって風穴が開いたんです。もちろん最初にこんな大改革をやろうと思ったら、確かに最初はね不祥事ありましたけど、今はもうありません。それから区長、まあ、東住吉区の区長は職員の区長ですけどもね、この今大阪市の区長にも民間人いっぱい入ってきてもらってるんです。昔は全部役人だったんです。でこれもね24区全部外から入れようってやったもんですから、これはね4人失敗しました、失敗しました、その失敗した1人が今また あんまり言わないでおきますからね、ちょっとやめておきます、まあ、失敗しましたよ。で失敗しましたけども、じゃあだからといって全員職員でいいのかっていったらそんなことありません。やっぱり民間人が来て大きく変わりました。だからこれね、改めるところはねきちんとこれからも改めていきます。でも柳本さんが言うように、これまでやってきたことを全部昔に元に戻すなんて言ったら、これえらい大阪になってしまいますよ。大変なことになってしまいます。で一つ皆さんにこれはね、まあ僕は柳本さんに感謝してます。有権者の皆さんにまさに国を考えてもらういい問題提起をしてもらいました。これがさっき吉村さんが言った敬老パス問題です。敬老パス問題、これは確かに皆さん敬老パス年間無料乗り放題、その方がいいに決まってるんですよ。誰もがみんな喜びますよ。でもこれは年間90億円の税金をつぎ込まなきゃいけないんです。これから高齢化時代を迎えて高齢者の方が増えていきますから、お金がかかる、お金が必要になる額は100億120億どんどん増えていくという計算結果が出たんです。でこの敬老パス問題は大阪市役所の中でもどこかで改革はしなきゃいけないってことをみんな役人はみんなもう思ってた。これはいよいよまずくなるぞ。まさに国の今の財政状況と同じですよ。もう危ない危ないってみんな言ってるのに、誰も本気になって改革やらないでしょ。選挙を恐れてしまって。だから大阪市議会議員、自民党から共産党まで、敬老パスは選挙前になったら敬老パスは守りますよ、絶対無料にしますよ、言い続けるんです。大阪市議会議員、これでも大阪市火の車、子どもたちの学校の教室にクーラーもついてない、給食もない、電子黒板もない、そんな状況の中で全国で唯一なんですよ、完全無料の敬老パスは。東京だって名古屋だってみんな自己負担求めるんです。使う以上は一定負担してくださいね。大阪市だけだったんです、完全無料。これずっと誰も改めることができませんでした。平松さんの時まで改めることができない大阪市議会議員も、これは選挙前になったら、いや敬老パスだけは守るって言い続けるわけですね。そこにね、なんとかやっぱりこれ国のことを考えて大阪のことを考えて、まあ批判は出るだろうけどもやらなきゃいけないというふうに考えたのが大阪維新の会でもあり、橋本市政改革でね、敬老パスについては1年間3000円、1回乗るにあたって50円のご負担をいただくことにしました。まあこれね、どこ行っても批判が出ましたね。橋本これはアホボケかす、タダにしろ、もうそういう人はね、あの必ず僕言うんです、もうごめんなさい、もう僕を応援してくれなくて結構ですから共産党の応援に回ってくださいってずっと言ってたんです。それはね、石油じゃないんですから、金は、金は降ってこないんです、力湧いてこないんです。皆さんが汗水流して働いたその収入から納めるのが税金ですから、これ90億円100億円120億円のお金を敬老パスに追い込んでいくのはこれは難しいということで改革に踏み切りました。まあそしたらどうなったか、柳本さん出ましたよ、選挙前になって言い始めました、無料にしますと言いましたね。これ皆さんよく考えてください、50円、これ1回乗るにあたって50円、橋本ケチケチすんなよって言うかも分かりませんが、高齢者の方は45万人います。この方々が50円を負担しなくなると年間22億円キャッシュが必要になります。22億です。それからシステムを改修しなければいけません、新しいシステムに、これに 8.3 億円合わせて30億、この敬老パスの50円の負担のところをなくすのに30億円のキャッシュ、毎年22億円のキャッシュを使い続けるかどうか、よーく皆さんにこれはご判断していただきたいと思います。普通はね、皆さん
こういう選挙になると、大体これ我々の方、攻められた方はこう言い始めるんです。いや、我々も無料にしますから。いや、向こうが無料と言ったらこっちも無料っていうのが普通なんですが、僕らは言いません。その通り。負担は求めさせてもらいますということを言って、有権者の皆さんがどう判断されるのか、僕はこれ真正面から問うていきたいと思いますね。あらね、もう自民党から共産党まで国も含めて、どこの地方も含めてね、もういいことばっかりしか言わない、選挙前になったら。で、言うのはいいけどもできませんよ。柳本さんにはっきり言いますけども、その金どっから用意するんだと。22億円もごもごもごって言います。てめえらの給料全部返上したってね、2億か3億ぐらいしかなんないです。どっから22億取ってくるんだっていうことですよ。必ず他のところから帳尻合わされて、皆さんの知らないところで税負担が増えるか、サービスが低下するか、そういうことになりますよ。僕らはね、高齢者の方と敵対するつもりはありません。やっぱり使う以上は一部負担してください。子どもたちだって半額負担してるんです。その代わり、そこでちょっと節約させてもらったこの22億円を特別養護老人ホームの建設に回させてもらいたいんですよ。これね、今までそういうところのお金使わなかったから特別養護老人ホーム本当足りなかった。これを平成29年までに完全に建設をします。その他今、まあ、皆さん、まあ、ご健康な方はあまり、ね、感じられないかも分かりませんが、一人独居の方の老人、ご高齢者の方、それから体の不具合な方、ね、高齢者の方を見回りするサポート費用で3億円新しく予算をつけて、社会福祉協議会というところがしっかりと皆さんのね、その一人老人の方をね、サポートするシステムを作ったわけなんです。で、こういうことをやってるんですよ。だからね、敬老パスを一度やったからといって90億、100億、120億のお金を使い続けて、今必要な、本当に少子高齢化時代、今どん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 いろんな政策が必要になっていること、これを全部ほったらかしにしてきたのが今までの大阪市議会、自民党から共産党です。だから彼らのマニフェスト見てください。僕がちょっと皆さんに、多分大阪市民の皆さんに不評を買うだろうなっていうところ、そこにいい言葉をペッペッペッてつけたのがあの柳本さんのマニフェスト。あといろんなこと書いてますけども、びっくりしました。あれ、大阪維新の会がやってきた、松井知事、僕がやってきた、大阪府政、大阪市政でやってる方針をそのまんま引き移してるんです。だから全く一緒なんですよ。柳本さんね、経済を経済を経済をって言うでしょ。あれ安倍さんのパクリですね。あれ国の方もね、経済と言ってたら支持率上がるんです、経済と言ってたら、ええ、でもね、皆さん重要なことは言うだけじゃダメなんです。実行力ですから、やるかどうかなんです。これね、言うのは誰でもできるんですよ。安倍さんがなぜ支持されてるかというと、やっぱり批判を受けてでも実行するからですよ。それは大阪の自民党は全然違います。彼ら大阪の政治40年50年もやってるんですよ。今からね、今になって真っ当な大阪を取り戻すってふざけんじゃないって。お前ら一体何年間大阪の政治やってんだと。僕は8年間ですけどもね、それは昔の自民党から共産党までのひどい大阪の政治を何とかしたいという思いですら突っ込んでいきましたよ。自民党から共産党がちゃんとした大阪の政治やってくれてるんだったら、僕が知事になる必要もないし、市長になる必要もない、維新の会も不要です。どうか自民党ちゃんとやってくれって言うんです。でもね、残念なことに大阪の自民党はさ、できません。だって何にも今まで口ばっかりで、あれ見てください、職員の給料だって高いまんまだし、天下りだってほったらかしにしてたの、これ全部ほったらかしにしてたのは自民党ですよ。それが今になって急にね、あの真っ当な大阪を取り戻すとかね、市民のためにね、このなんかきちんとした大阪を取り戻す、何言ってんだって言うんですよ。皆さんにもう一度考えていただきたいのは、確かに僕にはまずいところ、問題点があるかも分かりませんが、しかし僕が知事になる前のその大阪に戻していいのか、それとも僕の悪い部分を修正しながらやっぱり前に進めていくのか、この判断を皆さんにしていただきたいと思っております。まあ本当にこれ見てくださいよ。これいつも言ってるんですが、大阪を取り戻すね、柳本さん言ってますけど、こういう大阪にしたいんですね。いっぱいいろんなものを作って、東住吉区民の皆さんも結構いらっしゃいますね。ラスパ大阪、この間見に行きました。120億もかけて、もう今あれ廃管になってますよ。これ皆さんの税金ですから。
こんなことをもう一度やりたいと考えてるのが、あの自民党から共産党まで、それはそうです。だってかつて自民党から共産党まで慣れ合いやって、こんなこと全然止めれなかったんですから。弁天町にこんなホテル建てましてね、1027億円、これ全部失敗です。この間650億円皆さんの税金で支払いました。でこれどうしたか、僕らの考え方、民間でできることは民間に、なんでホテルなんて役所がやらなきゃいけないんですか。ラスパ大阪温泉施設ですよ、このフェスティバルゲートにあるじゃないですか。こんなリフレ裏あれもいらないフェスティバルゲート、遊園地でしょ、ヨットなんて、なんで役所がこんなの持たなきゃいけないんですか。これ市議会議員みんなね、気持ちいいんです、自分たちのヨットだと勘違いしちゃって。民間でできることは民間にって、これホテル、この間民間に売りました、きちんと買ってくれましたよ。多分今までよりもね、もっといいあそこホテルになると思いますよ。でこういう考え方のもとにね、地下鉄だって僕ら民営化しようと、まあ、その方針のもとに初乗り料金200円のところが180円下がったと思います。それからトイレもきれいになったと思います。売店もきれいになったと思います。だからこれ民営化しようって言ってるのに、ずっと自民党が反対してたんですよ。選挙の前になって最近新聞に出てますね、地下鉄民営化しますって。3年間やだやだって言ってたのに、急になんだそれはと。それから大学、僕ら府立大学と市立大学を一つにまとめようと、ずっとこの2年間3年間言ってきた自民党は嫌だ嫌だって言ってたんです。ところが選挙の前で彼ら言い始めましたね、大学一つにしようと。ただねこれはね、選挙に勝つためにこういうことを言い出してるんです。府立大学を市立大学に吸収すると言ってるんです。そんなの無理ですよ、府議会が反対するんですから。だから市議会府議会がちゃんと反対しないように、僕と松井知事は府と市で共同で一つにしましょう、もっと言えば大阪都構想にしてしまって大阪都立大学にしようっていうのが僕らの考え方。ところが自民党は市立大学を大きくします、自分が当選することだけのことを考えて言うわけですよ。でもそんなこと言ったら今度ね、府議会は反対するし、僕あの栗原さんって府知事候補なんていうのか聞いてみたいですよ。皆さん、もうそもそも今の自民党の今の姿、立ち居振る舞いが大阪の大問題を象徴してるんです。どういうことかというと、柳本さんは大阪市長選挙のマニフェストを自分一人で発表しました。そこに知事は存在しません。今度大阪府知事の栗原さん、同じ自民党ですが、今度また自分で知事選挙のマニフェストを発表するらしいです。よく見てください、知事選挙のマニフェストと市長選挙のマニフェストバラバラですから。これが今までの大阪だったんです。維新の会は違います。知事候補、それから市長候補が、維新の会が一つになって大阪のマニフェストというものをしっかり作りました。これがまさにワン大阪、大阪都構想なんです。一つになっていこうということなんです。知事選挙、市長選挙、マニフェストがバラバラだったら絶対に実行できません。彼らは言うだけです。僕らは実行しよう、実現しようということでマニフェストを一本化した。さあ市議会議員にとっては嫌なこともありました、府議会議員にとっても嫌なことがある。しかしそれを一つに調整してまとめたのが大阪のマニフェスト、我々維新の会のマニフェスト。どっちの方に実行力があるか、よく皆さんに判断していただきたいんですね。それからね、僕らは大阪都構想ってものを掲げてますけどもね、これはもう最後、この大阪を、大大阪を作っていく、大都市大阪を作っていく、やっぱりその手法として、方法として、この大阪都構想が絶対に必要だと本当に確信をしました。皆さん、これから柳本さんのねマニフェスト、いろんないいことがいっぱい出てきますけどもね、そこに書いてあることはほとんど僕らと同じです。経路パスのところとか、大学の統合のところ、それから公募区長、公募校長を改めるとか、本当に4つか5つぐらいちょっと違うだけ、あとは一緒、東京と大阪2つのエンジンを日本に作っていく、大阪を副首都にしていく、リニアモーターカー東京と大阪を結ぼうじゃないか、北陸新幹線を大阪に持ってこようじゃないか、関西国際空港をもっと強化して外国人観光客にどんどん来てもらおうじゃないか。中身はみんな一緒なんです。あとはそのやり方なんですよ。自民党、柳本さんはこれだけ言った大風呂敷をどうやって実現する、そういうどうやって実現するかというと、さっき知事の言ったこの大阪ポンコツ会議でその大構想を実現しようっていうのが自民党の柳本さんらの考え方。この大阪ポンコツ会議でリニアとかを持ってくるんですって。どうやってやるのか聞いてみたいですよ。僕らは違う、
我々はさっき言ったこの大きな壮大な大阪のビジョンを実現する方法として、大阪府と大阪市を一つにまとめた強力な大阪都庁を作って、大阪の自民党みたいに不甲斐ないねあんな政治集団じゃなくて、本気で国と戦っていく国政政党大阪維新の会というものを作って、大阪の再生を目指していこうというのが我々の考え方です。目標とするところはね、誰が考えてもほぼ同じ、大体一緒です。そんな大した変わりありません。それをどう実行していくか、どう実現していくか、本当に口だけかどうか、そこを皆さんにしっかりと見ていただきたいというのが、今回の皆さんに本当に大きな判断をお願いすることになります。大阪維新の会、実行力には自信があります。大阪市政改革、金額にして 95% は達成しました。でこれもね、大阪市政改革、いろんな改革、もうこれ以上できないよ、こんなこと誰もできないよ、ずっと大阪市議会が先送り先送りしてきた問題、全部これに手をつけました。東住吉区でいうとね、みんながこれ避けてた問題は市民交流センターです。あそこに年間10億円お金突っ込んでたんです、毎年キャッシュで。でもいろんな歴史的な経過からこれ手つけれなかった。僕はこれ来年で完全廃止になります。もう10億円完全に浮くんですね。で全部潰すわけではありません。民間に委託をしていくわけなんです。特定の人たちのお金が流れないようにするというのが僕の考え方ですから、全部なくすんじゃないんです。お金の使い方を改めようということなんです。こうやって手がつけられなかったそういう改革 95% 達成しまして、3年間で大体1500億近く財源を生み出すことができました。でこれやっぱり議会ともいろいろ町長発信やり合いましたけどもね、最後は話し合いで解決をしてます。朝日新聞がいつも僕に対してね、橋本は喧嘩ばっかりで対立ばっかりでって言いますけど、この8年間予算は全部通してますし、改革だって 90%、95% 全部僕は通してるんです。残りやっぱりね 4%、5% ぐらい議会と喧嘩になって議会が否決することはありますけど、まあそれぐらい緊張感ある方が政治にとってはいいんですよ。改革の案は全部まとめましたけどもね、否決してるのは議会の責任です。もう新聞もテレビもね、橋本は全然やることやってない、やることやってないって言ってますけども、 95% は実現して、大体皆さんこの一つのこの枠、これやるだけでも普通は10年20年かかるというものを、こんだけダダダダダダって出して、役所は全部まとめた、あとは議会がうんと言うかどうか、議会が全部ペケと言ってるから止まってるだけなんです。でも 95% は僕は実現をしました。それからこの8年間、リーマンショック以降、2008年のリーマンショック以降、まあ大阪の経済大変でした。まだまだね、皆さんの懐具合温まってないと思います。まあ政治家は魔法使いでも何でもありませんから、急に皆さんの懐を温めるっていうのはそれは難しいですけども、でも皆さん、僕が知事に就いた時、その頃有効求人倍率は 0.5 ぐらいの状況、府民1人に対して仕事は半分しかない、府民1人が1つの仕事を奪い合っていた状態、今有効求人倍率は 1.2 に回復をしました。より好みをしなければ府民1人に必ず仕事が1与えられる状態にまでなっております。外国人訪問客、僕が知事になった時ね、150万人切ってた状態、観光も観光鳥が鳴いてた。なんとか府と市で一体となった成長戦略を実現して、今や外国人観光客今年度600万人を超える勢いです。今大阪の道頓堀、それから日本橋、黒門市場見てください。もうインドの人や中東の人やアメリカ人やイギリス人やらがみんなわんさか楽しんでますよ。この間ね、黒門市場の人に来てもらったんですけどもね、いや橋本さん、4年前本当観光鳥が鳴いてね、橋本さん何とかしてよって言ってたんだけども、今外国人観光客であふれ返って本当にありがたいって言ってね、また大阪市に1000万円寄付持ってきてくれたんです。いや本当ありがたかったです。まだまだ皆さんのね、懐は温まってないかも分かりませんが、一気には温まりません。あれはどん底だったんです。今着実にこうやって上がってきてます。大阪百貨店の販売額伸び率は全国1位です。百貨店豊富ですね。それから土地の値段の上昇率、大阪市内これ全国で1番になりつつあります。まあ今ねホテルの稼働率、ホテルの客室稼働率も 95% ですから、これも全国1、だん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 こうやって上向きになってきてる。それをね、柳本さんたちは、橋本は何にもやってない、これからは経済だ経済だ経済だと、もう十分であんたたちが言わなくても、自民党が口出ししなきゃもっと伸びてるのに、あの人たちのせいで伸び率がもうなんかこう おかしくなってるんですね。まあそれぐらいね、本当に大阪っていうものはまだまだ 100% 完璧ではないけれども、今上向きつつあります。梅北だって
自民党から共産党までの時代、あれ空き地のままほったらかしにしてたんですよ。あの梅田、JR 大阪の北側に昔の貨物ヤードの跡地ですね、17ヘクタール、甲子園の実に4倍の面積、あれ空き地になってた。お金がないから大阪市も手出せなかったんです。でどうしたか、平松さんこんな案を持ち出しました。あそこにサッカースタジアム作るって、とんでもない案ですね。そんなもんとんでもない。そこで松井知事と僕がお金を出し合おうということ、これ初めてのことです。府都市でお金を出し合おうということで計画を進めて、これ2年前に計画が決まって、あと3年、あと2年後もう今工事着工入ってますけど、地下の駅を作り始めてますけども、町開きはもうちょっと先ですけども、あそこに巨大なね緑を中心とした世界でも本当に斬新な町を作っていこう、それで大阪全体の景気を良くしていこう、こういう話も今進めております。大阪の景気まだまだ完璧じゃないかも分かりませんが、上向きつつある。これは大阪の成長戦略を僕と松井知事がしっかりと進めてきた、維新の会がしっかり進めてきた、そして市政改革、大阪府政改革も進めて大阪の財政も良くなってきました。もちろん問題はあります。ここを柳本さんたちはちま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 言ってきますが、それも修正はかける。あとは皆さんのご判断。大体この大阪の本当に再生、口で言うのは簡単ですけどもね、言うのは難しいんです。どちらに皆さんが実行力があると感じていただけるか、僕は確信を持っていますけれども、実行できるのは日本全国広しといえども大阪維新の会しかないと僕は思っていますので、どうか次は松井知事と吉村さんのね新しい体制でね、僕のやり方をちょっと修正しながら前に前に進んでいきましょうよ。後ろに戻っちゃダメなんです。3歩進んで下がるんだったら1歩後退、2歩後退まで。今柳本さんがやろうとしてるのは、僕らが進めたことを、まあ100歩200歩進めたことをね、1万歩ぐらいまた後ろに下がろうとしてるのが柳本さんたちの考え方ですよ。僕ら大阪維新の会は今まで進めたこと、改めるところは若干下がりながら修正をしながら、でも前に進んでいく、皆さんと一緒に大阪を前に進めていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。本当に過去に戻しちゃダメですもん。僕も民間人になりますけどもね、また9年前の大阪になるんだったら僕とんでもありません。本当にまた過去に戻ったらまた僕 やらなきゃいけないじゃないかっていうふうにまた思ってしまうかもわからないから、もう過去に戻しちゃいけません。もうとにかく前に前にね、本当に皆さんと一緒に進めていきたいと思いますから、どうかよろしくお願いします。どうもありがとうございました。だいたい市長が話を終えるとね、青空が出てきてもう雨が止むという。そうでしょ、本当に僕雨男なんですよ。生まれた時も雨男でね、大学受験も高校受験も司法試験の受験も全部雨ばっかりなんですね。で知事とね、あの遊びに行ってもね、淡路島へ遊びに行っても淡路島全体が晴れてるのに、僕が行ったとこそこだけ雨雲が来て、雨が降ってきて撤収って帰っていったんですね。すいません、雨やもう止んできました。すいませんでした。どうもありがとうございます。あの今大学の話ですけどね、この大学も皆さん、あの学費で全てね成り立ってるんじゃないんですよ。あの府立大学、市立大学ともに皆さん方の税金、運営負担金でそれぞれ100億円ずつ運営負担金入ってるんです、税金で。で柳本さんが言うようにね、今の府立大学を全部大阪市立大学がもう吸収して大学の規模を大きくしようと思うと、大阪市民267万で全部それを負担することになるんです。要は今100億ずつが皆さん、今度は200億皆さんが負担になる。これでね、皆さん方が納得できるんですかと。僕たちの案は共同設置なんです。それぞれ負担してきたものをそのままで一つにまとめることによって負担率を下げていこうと。柳本さんの案では市民の皆さんの負担率はドーンと上がってしまいます。このような形でね、要は彼はそういう予算、使う予算をまさに役所の中のお金やと思ってるんです。自分たちのお金、僕たちは違うんです。皆さんの財布を預かってると、この感覚が全く違いますんでね、この感覚でこれからも大阪を変えさせてください。よろしくお願いをいたします。本当皆さん、あのよく見てくださいね、柳本さんが言ってることをね、よく聞いてください。大学、府立大学を市立大学に吸収すれば
市民の皆さんの負担が倍に増えますから、200億円もこれ大阪市民の税金を突っ込んで大阪市立大学を倍の大きさにするんですよ。そんなことしなくても府立と市立を共同でやればいいじゃないですか。一つにまとめるんだったら一つにまとめるという目的が一緒なのに、自民党の柳本さんは市民の皆さんのなんとなくその気持ちをくすぶるためにね、市立大学を大きくしますよって言うんです。でもその裏には100億円税金が追加で必要になります。彼はそのお金どっから持ってくるというのか、しっかり皆さん本当によく聞いておいてください。それとパネルなくなっちゃってね、子ども教育予算もね、本当に今まで自民党共産党時代までだったら67億円の子ども教育予算が僕ら維新の会でも350億円増えています。5倍にも増やしました。特別養護老人ホームも作っていきます。やることはきちっとやっていきますけども、これを過去に戻してしまえば全部これが全部ひっくり返してしまってね、昔のような暗黒のような大阪になる。多分地下鉄の料金もあれ20円下げること自民党反対してましたから、200円に上がりますよ。彼ら反対してたんで180円にすること。それから保育所についても株式会社が入ってくるのは反対って言ってたんで、もう待機児童があふれかえると思います。それから公立中学校の給食も彼ら反対してましたから、給食はなくなるんでしょうね。子どもたちに今パソコンを配ろうとしてますけども、一人一台配ろうとしてることも自民党は反対と言ってる。結局僕がやろうとしてること全部反対反対って今まで言ってきたわけですけども、柳本さんが市長になるときにそれ追及されて彼らなんて答えるか。今まで市議会の中身なんていうのは皆さんに知られないから、とにかく僕がやることに反対反対ってやってた。とんでもないことにみんな反対してますからね、もう何から何まで反対です。子どもたちに今塾の助成をやってますけど、これも反対ってやってた。全部反対ってやってる。これを表でなんていうか、それもしっかりと皆さんに聞いていただきたいと思います。ありがとうございます。皆さんぜひ過去に戻さないで前に進めていきましょう。ぜひ皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。頑張ります。もう喋り出すと止まらなくなります。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。吉村でございます。皆さんのことに吉村がご挨拶申し上げたいということなので、もう少し近くください。ありがとうございます。頑張ります。吉村です。仕事を投げ打って大阪市会議員となり、大阪の改革に邁進し、その後国会議員となり、なんと今度は衆議院議員のこのバッジを外し辞職し、この厳しい大阪市長選挙チャレンジ。ありがとうございます。もう誰も、なんでこんな人生になるのかさっぱり分かんないですけどね。本当にもゆっくりこれで引退できるのかなと思ったんですけど、こんなになってしまいました。引退したあかん。来年待ってますよ。ありがとうございます。皆さん過去に戻すのか前に進めるのか、本当に皆さんの、ね、ご判断で大阪の未来が大きく変わりますから。もう僕らがいつも、ね、組織ない中でこんなんやってました。相手自民党から共産党までみんな一緒になって橋本つぶせ維新つぶせやってきますので、どうか皆さんのお力で大阪を前に進むと。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。これで天気は良くなっていきますんで、このエリアはすみません、ね、僕が見なくなると晴れますので、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね。ありがとう。すみません。ありがとう。ありがとうございます。どうもありがとうございます。住田弁護士とか出てくるでしょ。それからキャストという番組だったら大谷昭弘というコメンテーター出てくるでしょ。僕もコメンテーターやってるからよくわかりますけどもね、彼らはコメンテーターの中では6流か7流ですね。もう全然ダメなんです。もう来ないよ。どうしたよお前。お前なんだよそれは。これでも男かよ。こうやって守れないやつさ。すまねえ、お前だろよ。今までの市長どないなんでもんだら、責任も何にも始まさないんですか。これで最後選んだ住民の責任になってしまうんです。それやったら国会議員も言うてませんや。選んだあんたが悪いんやと。夏休みを伸ばしては短くしても勉強しないのはしないんで、学力はあんまり伸びないと思います。その通りだね。